そしたらいいですか。あ、何飲みますか。ビールを。ビールを。ビールですね。はい。冷えてますね。冷えてますね。生？ビール？まあ、ビールで。これビールじゃん。ビアジョッキ。なみなみ？大丈夫です。このビールそのものとしてはね。そのものとしてますね。ね、すいません。さっきも同じようなフレーズ。あ、ね、あ、冷えてる。ちょっと残ってない？いや、大丈夫です。前回やらかしたよ。頑張ります、ちょっと、はい、前回、撮影ストップしたよね。いや、一応やりき、ね、やりきったんですけど。あ、やりきったよ、ね、やったけど内容が止めてってなかったよね。同じこと何回も言ってね。今回は、はい、年も年だしね、はい、あんなたまにね、こう寄せられるんですよ。年も考えりもんね。そうなんですか。年も知らないですよ。まだあんなことやりよんですか。ネタやかなって。まあでも本当1年7ヶ月ぶりぐらい優勝したの。そうですね、久しぶりの。久しぶり。え、なんか 何やったの、その1年7ヶ月。いや、もうなんかもともとその、まあ、開幕戦優勝して、その1年はその1位になることをずっと考えてたんで、あんまりその優勝しないというのを意識せずにランキングばっかり意識してて、あ、後半が全然勝てなくてですね。そう、みんなあの上位が勝てなくて。そう、いや、パーフェクトの特有、特殊職業。そう、もうみんなやっぱり500万が見えてきたらビビり出す。去年特にもうその3位にもなんか絡めてなかったんで、そう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 、だからその優勝が全然っていうよりも勝てない悔しさの方が大きかったんで、今年はかなり焦りましたね。もう4回決勝行って、4回連続で決勝、あ、4回連続じゃないけど4回決勝行って勝てたんだもんね。勝てないです、はい、いや、俺も実際、はい、俺の流れとしてはここで優勝で、最後の4回目とかここで優勝できんなら山田崩れるかもしれない、ね、精神的にの可能性あるねと思いよったけど、見事、そうです、岡山で、はい、ね、はい、そうなんですね。まあだからまだまだいかないかですね、4戦あるんで、ね、いやでも今年のね、パーフェクトの流れ面白いけど、今までが一番面白いんじゃないかな。今トップとのさ20ポイント20ポイントやろ、はい、結構縮まりましたね。すごいね、はい、ちょっとびっくりです。150ぐらい離されとったろ、はい、すごいよね。まあ、でも下にノブさんも50ぐらいにいるんで。ああ、そうだよね。もうほんと100ポイント差でも3人いますから。そうだよね、はい、もう100ポイントってどうなるか分からんもんね。あと4試合あるからね。はい、全然分かんない。そしたらね、山田の方に、はい、来てます。プロになったきっかけ。きっかけですか。最初もうだけ7年前よね。はい、そうですね。7年前。7年前になりますね。もうあの僕はもう社長が声かけてくれたのに限りますね。あ、そうよね。はい、僕はもうただの一店長として。そうそうそう。まあ、ダーツがうまいのが武器としてちょっと店を切り盛りしようかなっていうだけだったんですけど。そう。ダーツダメになって。はい。もうお前店頑張る。そうそうそう、頑張るみたいになったら意外とこうちょっとこう戻ってきて。そう。まあ、お客さんと何回か出たハウスプラスのトーナメントとかで。あ、そう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 。結構なんかこう決勝まで行ったりして。そう。ちょっと受けてみろみたいな。あ、そう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 。始まりです、ね。あ、そう。はい。俺応援するけん。はい。お前ちょっとやれと。そうですね。回れと。はい。1年目。はい。そうそうそう。いやいや違いますよ。開幕戦だけ行けみたいな。あ、そうやったっけ。そうですそうそうです。あ、いや、いいんですかみたいな。そう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 。東京とか行けるんですかみたいになって出たのが最初ですね。そうそうそう、最初やったよね。はい。俺ってすごいよね、その辺をこう見極めっていうと。そうですね、まさか俺準優勝するなんて思ってなかったっすもん。そう、すごいよね、俺のなんて勘っていうか。あれ、でもパーフェクト始まる直前やったの。いや、もうそのテストも
自分から受けるつもりなかったですから、そうだ、そのテストをまず受けろって言われたんですよ。で受けて、すごいよね、千里眼っていうと、そうですね、自分でも分かんなかったですよ、そんなやるなんて。いやいや、本当に、いや、あのね、当時ほら、やっぱ松本大吾、うん、ね、西川恭平、うん、他にもなんか、手島うまかったよね、うまくなってきてた、でもうなんかおったけんね、で山田が5、6番じゃったよね、そうですね、俺より下手かったけんね、そうですね、本当にボコボコやられてましたから、そうそうそう、いやでもね、なんつったかな、俺はそういう匂いがあったの、あ、山田これは先々成長する、まあその時は成長するとは思ってなかったけど、可能性はあるなと、まあ若いからとはよく言われてたからですね、そうそう、若いし、それ以上にフォロースルーが、他の選手よりは全然動かなかった、まあ一定感があった、全然意識してなかった、俺はずっとね、山田はフォロースルーがかなり同じ投げ方できるなと思って、これひょっとしたらこいつ負けるかもしれんなって俺はずっと思ってた、ありがとうございます、すごいすごいです、はい、そしたら普段行っている練習方法、そうですね、まあもう基本的にはブルー、20トリプルを中心として、あとクリケットナンバーとダブルをひたすらもう投げるだけですね、長くて1時間半です、1時間半、はい、1日の練習時間1時間半、はい、そうですね、まあダーツその投げるっていったらイベントとかで3時間とか4時間とか投げますけど、練習時間はもう長くて1時間半ですね、今イベントも引っ張りだからね、そうです、結構多いんで、まあそれがこう、まあ、練習じゃないですけど、それにそれに練習を加えたような感じ、そうですね、はい、いやでもそれ大事なことよ、はい、やっぱイベントをどうするか、そうです、でもほら俺いいよ、もう疲れたりしたらもういいけんって、はい、自由に していいよって言っとや、はい、あれ、その流れはいいよね、そうですね、もう本当にやっぱ俺は試合に勝ってなんぼ、メグにも言っちゃうけど、もう試合に勝ってなんぼと思っとうけん、はい、やっぱそこが一番大事だね、だってまあ試合にね、ぶっちゃけ1年、はい、2年結果出らんかったらもう誰も覚えてないじゃん、そうですよね、怖いよね、そうですね、本当にもうそれはだからそれ大事やけん、やっぱりそこは極めていかないか、はい、はい、練習の時、はい、体のどこを意識してますか、もうこうやってこうやってこうやって入るっていう 1,2 個だけを意識してるんですけど、それ 1,2 個って何変わるんですよね、あ、変わる、はい、あ、その強さの人変わります、基本的に、まあその1日1日変わるってわけじゃないかもしれないですけど、今日はそのこの手首を倒したここを意識して、あとはいつも通り動かすとか、今日はこの引く位置をここっていうのをちゃんと決めないと入らないとか、でも 1,2 個気にしたらそのビシッて入るような感覚でどんどんそのもう言ってみればこう伸ばせば入るみたいな状況を作り上げないとクリアできないようなやっぱ数値を設定してるんで、それがクリアできるようになるにはって考えたら 1,2 個毎回意識するとかあるんですけど、どこっていうのがないです、ね、じゃあそれが例えば1週間を通じて、はい、チェックポイントがあ同じになるみたいな、そうですね、大体肘だとか、はい、その以外肩とか、はい、そうです、指とか、その1週間とか、そうです、サイクルによって変わる、はい、だいたい水木あたりに見つけたものでパーフェクトに挑みます、はい、もうその水木見つけたチェック箇所でもうその金土日土日の試合でも朝からアップでそこだけ意識したんですけど、じゃあ今日だ、今日、今日ですね、はい、昨日あたりにだいぶ、はい、投げ込んだんで、あ、そうだ、ね、はい、はい、普段の生活で気をつけてること、何でしょうね、あんまり意識してはないですけどね、意識してない、はい、あんまり遊びすぎないことですかね、いやいや、でも自分結構あんまり夜更かしもしないし、でも意識してない、いやいや意識してないっていうのは一番いいと思う、はい、うん、やっぱほら
悩み事が多いとね、はい、ダーツもうまくいかないし。あ、分かりますね、うん、結構メンタルスポーツですからね、やっぱり。やっぱね、俺はね、俺はもう一番大事なのはやっぱりダーツ以外の生活を充実させること、はい、要するに嫁さんと仲良く、うん、ね、あとはまあ仕事で、はい、悩まない、仕事は仕事、ダーツはダーツ、しっかりメリハリつけて、やっぱあのだらっとした生活でただれた、はい、ただれた毎日送っとったらはっきり言ったらもうすごいプレイヤーも全然ダメなっていく、はい、そこだけ私生活だけきちっと気をつけとったら、はい、もう家庭とかうまくいかなかったら、はい、絶対ダーツはうまくいかない、はい、それは俺からのアドバイス、はい、肝に銘じておきます、ね、バレルは今ゴメス4です、はい、ゴメス5ってある？いや、もう考えてます。もうバッチリ、はい、ちょっと頭の中ではこの時期にはやっぱこう1年を通して僕は考えるようにしてるんで、だいたいこの時期にはもう出来上がってないといけない。あ、もう自分で頭入ってます。はい、もう作り上げてます。あとはもう、はい、伝えて小口さんにも作ってもらうだけですね。だいたい出来上がってますけど、まあでもやっぱりあの方今使ってるものをちょっとベースとして、ベースとして、はい、それとまあよく言われるのは、聞かれるのは、はい、やっぱ今年ほらコンドル、はい、スライドもコンドルに変えて、みんなが逆にどうなんだろうって、多分 いろんな意味で注目し と,、はい、しとうと思ったよね。いい流れができとうけど、はい、なんかコンドル使ってよかった点っていうか、まあ、あるはある。いや、やっぱりすごいですよ、グルーピングが。グルーピングがすごい、なんかこう拾われる部分がかなり多いんですけど、拾われる、その結構ですね、あの昔からダーツって弾かれたりするじゃないですか、うん、あれを基本的にもう意識しないようにしてたんですよ、うん、もう全然下手な頃から、うんうん、弾かれるの意識せんかったんですね。弾かれたらそれ自分が悪いと思うようにしてたんで、余計にこう乗っかるものしか目につかないからですね、うん、僕は、はい、だからそれが多くなってくれたんで、おーって思うじゃないですか、うん、ブラックもかなり増えたんで。そうよね、なんかこう3本目はもうほぼ入る気がしてくるわけですよ、だんだん、したらやっぱそれに伴って拾われる部分もあっても、なんかラッキーと思うなってくるんで、ね、あ、やっぱこれはいいと思えたことがでかいと思いますね、僕は、はい、なんか今年ね、実際その山本信弘にしてもね、高橋茂樹にしても大城にしてもやっぱ活躍しようか、やっぱなんかそのまあどっかでいいものがあるんだろうね。そうですね、やっぱグルーピングだと思いますけどね。グルーピングだよね、はい、だから集まる人はもう余計にいいと思いますけどね。まあまあベッドとかも多いしね、お前ね、今年も、まあ、まあ山田の安定感の一つの原因が今度にもある、はい、はい、試合中の心境、どんなこと考えてる？これもですね、かなり僕は多分紆余曲折というか、いろいろ試してきましたね、本当にもうダーツ人生で、このプロの人生で。あ、プロの人生で、ね、最近はですね、最近、うん、あのもう入れることしか考えてないです。なんか結構もう流れとかも、もうそういうのを取っ払えるようになったのか、取っ払おうと思ったのか分かんないですけど。いやいや、それこそシンプルやね。そうですね、はい、もうあの、まあ、社長もいろいろ教えてもらったんですけど、やっぱこう上がると下がったりするっていうのが、やっぱりここにやっぱ弱いんですよね、もう下がった時に見事なぐらいに。だから、まあ、そういうのもあって、絶対こう上げていった方がいいと思った時期もあれば、もうこうずっとこう下げていった方がいいと思った時期もあれば、笑った時期も僕ありますし、気持ち悪いって言われたりとか。要するに上げたってのは、お前吠えたって。そうです、そうです、そうです、そうです。やっぱあれはね、若干ね、やっぱ吠えることによって、ね、やっぱりいろんなことが変わってくるんだよ、はあ、ドキドキしてるんですよね、次のラウンド立った時に。そう、いかんな。だけど、そうそう、そうね、あれ禁止で出したもんね、はい、あ、ちょっといろいろ、はい、あ、いや、でも実際そうだよ、俺は選手ずっと見ようし、やっぱボクシングのトレーナーからずっとこうメンタル的なものもずっと勉強してきたね、はい、やっぱり、
なんていうかな、こう感情の起伏っていうのは結構危険だよね。そうですよね、わかります。わかった、はい、もう終わった時にやればいいんだって思います。そうだよ、うん、で、やっぱり例えばほら、なんていうかな、こう試合中に対する試合の心構えにしても、はい、例えば下手に変に雄たけびを上げたりする必要もないし、逆に周りを意識して、いろいろパフォーマンスする必要もないわけ、うん、やっぱり勝つことがパフォーマンスで、はい、でそれがファンに対する最大のメッセージ、うん、で勝つためにもうそのプロらしい振る舞いも大事やけど、あ、プロらしいというか沸かせるとかいうのも大事やけど、勝つことが一番の考えです、はい、それは本当に考えてほしいですね。はい、ダーツを続けて良かったと思えること。いや、もうやっぱりもう今の自分ほとんどですね。まあ、結婚もできましたし、ね、はい、結婚もね、はい、子供もちゃんと育てれてました。やっぱ俺はもうその選手みんな幸せな年と思って、はい、でも頑張った分はね。そうですね、僕もちょっとそこをこうアピールして、なんかこう目指される存在になればなと、はい、ちょっと頑張らないといけないですね。そう、まだまだ、今目標としてること、今最大の目標、まあ、ランキング1位、ね、ランキング1位、はい、でもその僕が昔取ったランキング1位の頃と違うのは、やっぱ代表としてなんかいろんなところに行けるじゃないですか。そうランキング1位になって、それ代表になって、海外でその MVP を取りたいですよね。はい、はい、やっぱこれからもね、仕事、ダーツ、家庭、まあ、ぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。山田でした。ありがとうございます。